抑えきれぬ抑えきれぬ全ての音が耳障りだ。全てのものが目障りだ。気にすると僕はしたい、壊したい、潰したい、食らいたい。だが食えども食えども満たされぬ。足りぬのだ。力、権限が食わねば満たされぬ。見てされるのだ。どうしたのだ我は。我が身の内に潜むこの獣。いや、変異が起きたのは獣ではなく我自身。認めるとかね。今しくはこの研究を作り出しているお前は貴様の扉を開き我を呼ぶのであれば向かわねばならない。必ず食い終わってやる。だが残された時は少ない。我の理性は想像の限界だ。この世、世界を飲み込む怪獣、永劫無限の虚無なる海が広がろうとしている。向かうとしよう、深淵に、我が生の終焉のため、これよりの我は獣。もう考えるのは終わりだ。この世のすべてを飲み込むのは怪だったる我。もう止まらぬ。この破滅を止めたくば我を滅してみせるがよい。できるか。弱き人どもよ。粉砕。ファイナルクローズ。リバイス。やるではないか。カウンター。効果が増えた。これしかし効果が増えた。やるではない。貧弱な肉体に閉じ込められた魂、籠へ入れられた鳥と見えるよ。外より籠を叩く者にどれだけ歯向かおうと勝利など望んでまい。勝ちたければ生きたくば折々見て人を捨てよ。メルカバか。しばらくぶりだなどと和むつもりはないが、この時勢にこのような場所で一体何を企んでいるんだ。何、簡単なことよ。世界が滅ぼうというこの差し迫った状況、
食い残しに気づいてな。後悔のないようそれをいただき、我らの間にあった取り決めは今をもち消滅。戻るではないか。消すか消されるかの間柄に。そうか、君がその道を選ぶのならそれでも構わない。僕たちは元より相入れぬ存在。この先共闘する意味もなかろうしね。我は貴様というものの存在を面白いと思っていたのも、世界がこの様子となっては遊んでもいられない。しないとしようか。なんて凄まじいファルス。それが君の本気ということか。なるほど、喋る虚無というのは伊達ではないようだ。以前出会った時、本気で戦うことにならなくて助かったよ。とぼけたことを言うほど、貴様こそその隠した手の内、我を楽しませるため全てをさらけ出し、抗い死んでいくがよい。ああ、全力で抗うとするよ。まだ僕は死ぬわけにはいかないのでね。君の目的、それが何であるかはわからないが、深淵へ向かい、例のリバースを食おうとしているのだろう。君のような強大な存在が深淵へと向かえば、間違いなく事態を悪化させるのでね。阻止させてもらうよ。さようならだ、メルカバ。できるなら君も救いたかったのだな。すでに考えることも億劫なほどの制御が効かない。己の魂を我が力として食い入れよう。強き命が束ねられ、さらなる力を軽減させるのだからな。ファイナルクローズ、リバイス、カウンター。まだだ、避けた。カウンター、受け取った。まだだ、甘いな。まだだ、まだだ、いくよ。砕かれる。耐えてくれ。まだだ、いくよ。静止、足元だ。これからだ。ない、砕かれる。まだ立て直せ。行くよ、もう行くよ。カウンター、行け、行くよ。させな、絶対な、見切った。危険だ、読めたぞ。未熟だ、まだ未熟。貴様の魂、我が力としてありがたくいただく。見知らぬギターの者よ、そのレベルで我を仕留めようとは、思いやりは甚だしい。欲してやまぬ万物救いたい力、まだ遠いようだな。大層な歓迎だな、こりゃよ。突然とんでもねえものくれやって、どんなクソ野郎かと思えば、なんだこいつ、うなぎ怪人か。いいね、しびれるじゃねえか。おい、電気出せよ。貴様の赤き力、美しい、うまそうだ。気に入ったぞ。無駄な痛みなきよう、
一瞬で食い尽くしてくれよ。ああ、何言ってんのか分かんねえが、なんか俺のこと餌みてえな目で見てるよな、てめえ。人間様に牙を剥こうとは、こいつはご立派なうなぎちゃんだ。食われすぎたから逆襲か？だよな、やり返されよな。最高だぜ。だがよ、立てつく相手が悪かったな。他の野郎ならいざ知らず、俺を相手にってのは調子に乗りすぎだ。そうか、お前も収まらんなのか。よいぞ、我ら互いに収まらぬもの同士、命、存在を食い合おうではないか。ああ、まあよくわかんねえが、俺をやる気だったら分かった。いや、いいね。こっからは言葉のいらねえ殴り合いだ。なあ、バケモン、てめえは最高だ。最高だからよ。もう、てめえは！ファイナルクローズ、リバイブ。やる、トリプルアウター。やってくれたら多いよ、その番だ。十倍返しだ。せっきじゃねえ。カウンター、カウンター、十倍返しだ。食らうがいい。やべえ、そうでだぜ。カウンター、やめてブレイクダウン。ウィナー、メルカバ。姿が人であれば人か、人を殺さなければ人か。答えよ、我に敵意を向ける理由。ようやく捕らえたぞ、貴様が。英語たる者か。権限に意志を乗せ、頭に直接思考を。だ、これでどうかな。聞こえているかい。懐かしい。慣れるまで時間、練習もいる。おお、俺が直接流れてくる意識か。なるほど、なんとも気持ちの悪いもの。君にだけは言われたくないね。ね、ここへはどういったご用件かな。一風変わったお客人。大したことはない。寝床のそばで騒がしくされていたのでは、再びこのようなものができぬよう黙らせに来た。我が腹の中に収められれば、うるさくはできない。もうしばらくすればこの世界より消えゆく身。すまないとは思っているので、見逃してはもらえないだろうか。無理だな。貴様が開けようとする穴、そこより霊法、そして無限なる虚無が生まれ、世界を食い尽くす。この世界を飲み込むのは我である。願いは聞き入れてもらえず。残念だけど仕方がない。
喰らわれ交わる一つとなる。もし食われたら君のうちにある君のようになるのかな。僕はもともと虚無であり、そこから人としての意志が発生したのだ。人たる存在が元で裏返り、強まった人格が獣として別離したのだ。同居しながら相反する獣と人、何か答えとなるものが見えてきている気がするのだけれど、もう少し話をしていたいが、僕に残される時間はわずかしかない。そして穴へと潜り向こうへ行くにはさらなる力が欲しい。最後の手土産として僕が君の力を喰らい、一つとなろう。ふん、この上なく面白い。望むところであると言えよ。食われた方が取り込まれ、獣にふさわしい生存が最後であろう。ああ、それじゃあ始めよう。虚無に近しき僕たちにふさわしい、食うか食われるか、最後の戦いを。ファイナルクローズ、リバイブ、カウンター、立て直す、カウンター、前、カウンター、前、見ろ、カウンター、カウンター、見事、見事、やるな、カウンター、見事、と読み通り行く、カウンター、見事、最強を自負する最短の者よ。力は貴様が上であるように見えたが、人でいては勝てるはずもない。風か、貴様もこちら側へ。純粋で力強き英語なる赤き権限を、貴様の肉、血を、骨を、魂を、その存在の全てを余すところなく我が身に収めよう。最短者たるものよ。眼前が赤く染まる見ていることしかできない。それの息の根を止めよう。必要に格子を打ち付けるさま、はぜよ、ちぎれよ、壊れよ。それを繰り返し地面に叩きつけるさま、そして倒れたせいよ、果物のように踏み潰す自分の姿、それが自分であると理解するも、私にはどうしようもなかった。ただずっと見ていることしかできなかった。
獣の中に存在する弱きかけらでしか小さな石、それは私、無人の権限に包まれ最短の力を喰らい獣が増大して私はこのまま押し潰され時を乗り、やがて大きな一つとなる人を超えたさらなる行為の存在、虚ろの神、その一部として終わりなき深淵なる階段、人よ飲み込む終わりの変、足りんのだ。さらなる力を得るためにはあなたの虚無、夜の全てを喰らう必要があろう。異なる世界へと続く道、広大なる権限の大海、真なる夜、喰らい尽くす全ての海を飲み干すのだ。そう、我は深淵なる海だ。我は行こう、終末をもたらす虚ろなる神として全ての海を制しに。出会えるから。